SL 大樹は東武鉄道が運行する蒸気機関車牽引の観光列車の愛称である。本校ではディーゼル機関車牽引の DL 大樹についても解説する。2017年8月10日から東武絹川宣言今市駅絹川温泉駅間で土休日を中心に運行されている。東武鉄道における SL の運行は1966年6月に 佐野線で廃止されて、以降、約五十一年ぶりの復活となる。全車座席指定で、SL 座席指定料金は十七キロメートルまで、大人七百六十円、小に百八十円、十八キロメートル以上四十キロメートルまで、大人千八十円、小に百四十円である。なお、SL の故障、検査時には、通常は、補助機関車を務める DL の単独権威で、 DL 退場として運行される。2018年からは、事前予告の上で運行される場合もあり、2020年6月6日のダイヤ改正からは、定期的な運行も設定された。DL 退場では、SL 運転時より安価となる、DL 座席指定料金が適用される。下今市駅、東部ワールドスクウェア駅、絹川温泉駅通常は、先頭から順に、SL 車掌車客車 DL の編成で運行される。仮入り機の C11-207 を除いて、車両の車席はすべて、東武鉄道だが、客車と車掌車は、東武博物館所有となっている。蒸気機関車、ディーゼル機関車客車車掌車2020年10月3日から、旅行商品専用の団体列車として、SL 大樹二らが運行されている。毎月1回程度の運行とされ、 コースによって、鬼怒川温泉駅、または、下今市駅から東武日光駅までの間を往復運転する。2021年10月16日には、定期的な運行を開始し、一般客も乗車できる列車となる予定である。運転日には、下今市東部日光間の SL 退樹2たら71号と、東武日光鬼怒川温泉間の SL 退樹2たら72号の、 一往復が運転される。旅客営業規則の定めでは、DL 経営列車については、DL 大場二らの列車名が用いられる。大谷川橋梁を渡る、SL 大樹 SL 運転技術習得や、研修のために、すでに SL を走らせている JR、私鉄、第三セクター鉄道各社に乗務員の研修を依頼しており、機関士は、秩父鉄道で2名。 大井川鉄道で2名、猛貨鉄道で1名の、計5名が研修を受けて、公主蒸気機関車運転免許を取得、機関助士は、JR 北海道で2名、猛貨鉄道で2名、自社で4名の、計8名が研修を受けて要請されている。SL の研修を受け持つ、研修員は、JR 北海道で8名が研修を受けて、要請されている。また、 後部補機の DL 機関士の要請も猛火鉄道で4名が研修を受けて、公衆内燃車運転免許に転換しており、後にさらに1名が猛火鉄道で要請を行った。SL に乗務するときには、機関士2名と機関助子1名の3名乗務を基本としており、研修員も必ず乗務する。このように、SL 大樹の運行は、日本全国の鉄道会社の協力で実現している。 下今市駅には JR 西日本長戸市駅構内にある国鉄長戸機関区で使用されていた転車台が絹川温泉駅には JR 西日本三次駅構内にある国鉄警備線管理所で使用されていた転車台がそれぞれ譲渡を受けて運ばれて整備されている。これはすべての SL 列車で SL をただし向きで運行させるため両駅での転行に備えたものである。また 下今イマイチ駅の構内には、SLDL が配置される下今イマイチ機関区と、SL 見学エリアとして、SL 展示館、転車台広場を開設した。転車台広場では、C11207 やで 10, 10、099の構内入れ替えや転校を間近に見られるほか、三線配置の線稽古を新設しており、運行日以外では、線稽古の側面まで行け、線稽古内で点検。 整備中の市11-207を見ることができる。機関車の仕業点検、交番検査や運転の合間の間会、ひどこ整理などは、近隣環境の観点から、排気ろ過装置が設置された、線形庫内で実施される。オリジナルグッズが、下今市駅3.4番線ホーム売店、絹川温泉町愛室内売店で販売されている。 SL 大樹の運行が開始された2017年8月10日から SL 大樹完全乗車キャンペーンが展開されており、記念乗車賞を集めると枚数に応じて、いまいち報徳二宮神社の御主、ピンバッジ、完全乗車記念ブックの各景品が受け取れる。期間は2018年8月9日まで。2018年11月12.16日に、 NTT ドコモを主体として NEC 及び、シャープの協力のもと、SL 退治の客車への 5G 通信を用いた、走行中の SL の 8K 映像伝送試験及び、4K 映像コンテンツ配信実験が行われている。2020年8月23日に、南栗橋絹川温泉市も、今一間で、 1> で1 0 1 0 9スハフ14501オハ14505オハフ151による団体列車が運行された。で10109とスハフ14501は同列車で運行を開始した。東武鉄道は SL 大樹の運行開始から2019年3月末までの経済効果を70億円と試算している。ありがとうございます。